それではよろしくお願いいたします。We'll be right back.
ティを作って、いい流れで最後の試合を決めるサイドに持っていって、その動きを止めないように、左サイドを高い確率でセンターにやりなり、シュートがいけると思っていたので、自分の動きを止めなければ何かを持っていたので、足を止めずに出したんです。今シーズンを打ちまして現役引退をすることを決意いたしました。そんな他のチームだとはそういうことに一回も考えたこともないですし、僕は17年間岡本番号という地元のクラブでやったことを誇り持ってますし、その今の国にそして山梨県というところに、なんかちょっとでもお役に立ったらいいなと思ってこれをやってました。僕はもちろん中銀スタジアムでは特別だと思っています。天然に揺られて下を向きそうになった時に、どこのクラブよりも大きな拍手をしていただいていると思って練習していきました。石原克也と愉快な仲間たちが、まあ、白いユニフォーム、そしてブルーのユニフォームがレジェンドとなっています。この選手の組み分けっていうのはどういう風に感じになったんでしょうか？聞いてないんですね。イメージするのはどっちかというと動けるやつらと動けないおっさんたちって。ちょっと待ってください。もちろん僕は動けるやつらの方が入ってます。あ、石原克也と愉快な仲間たちは動ける白、はいはい、ブルーはおっさんだからダメだぞ。ダメとは言ってない、まあ、ただそこをね、覆すぐらいのね、すごい大変な動きを見せてほしい、はい、さあ現在のところボールさばいてますが、いかがでしょうか？この45分、計90分間です。ガチですよ。はい、ところどころにね、なんか見せ場が、はい、あると思うんですよね。あ、これはよく見ますね、このサイドを駆け上がっていく感じは。あ、お、須藤さんなんかはね、はい、あの地元でもうここであのコーチをしてるわけですからね、はい、下手なプレーは見せられないですよね。なるほど、当然ですよね。そう、やはり、あ、なんだ、うちのチームリーダーあれくらいしかできないのかとなると、そうなるとね、やっぱりやめて他に移籍される方が、そう、影響力ってのが変わってくれるんで、ね、そこはあのお金払ってでも点取らせてもらう。須藤さん、お金払ってください。あ、払うんだ、そんな人だったんだ。爽やかに見せてお金で肩をつけますよ。大事です、はい、大事ですか？はい、1枚解決します。あれ、剣切るつもりじゃないだろう。藤田さん、藤田さん、いやいや、剣、お前、お前、お前、ただルールの中では現役の選手は出れない。
このゲームには拍手をしてる。拍手してる。いや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 、ドゥドゥが入っちゃったよ。トミーも入っちゃったよ。すいません、その二人早く戻ってください。本当に選手失格募集されます。チームから焦ってます。たっちゃんに今ね一言言って、いろいろ褒めてる褒めてる。え、なんで出さねえんだ。いやいや、ドゥドゥなんで出さねえんだ。あ、すいません、一発レッド。レッドです。となると山本秀臣はどうする。山本秀臣はどうする。秀臣はさあ冷静に言っている。冷静。そして自ら帰るのかお前は。申し訳ございません。吉本新喜劇をご覧いただきました。皆さんにはここでこけていただきたい。山本秀臣選手、ドゥドゥ選手でした。しかしやはりボールをすでに持っているのは分かっている石原達也。そしてお膳立てした長谷川太郎。なぜ俺じゃないんだ。さあ皆さん、達也コールを。松下選手分かってます。